失礼いたしました。ちょっと音声があまり音声の乱れが遅れてきて、はい、じゃあちょっとさっきの続きから。そうですね、さっきはなつきさんが、なつきさんだ、ルビーの関係性がね変わるってやつ、変わるのと、あともう一個、あの4年生のケイ君と3年のさやかのペアのとこに行ったんだけど、そこがすごく面白くて、多分2人はあんまり言ってほしくないかもしれないけど言いましょう、言いましょう音量上げる。なんかその行った時にもう30分経過してたの、あの取材が始まってから。じゃあもう場が温まったとこに行くぞって思ってたんだけど、なんか行ったら思ったより温まってない、あれ温まってないぞみたいな。マジか思いっきり温まってないぞって思ったんだけど、なんかこれは私は話すべきなのかみたいな、話に入るべきなのかなってちょっと思ったけど、いやここは入らずに、もうなんか本当にムービー撮る係として行こうと思って、なるほど、その立場を貫こうと思って行ったんだけど、だからなんかでも結局なんかなんて言うんだろう、取材する側もされる側もお互いにこうちょっと硬かった、だから取材をされる側の取材先の方たちもすごくかしこまってた、なんかこうよくいい写真を撮ってもらわなきゃとか、いい話しなきゃいけないよねみたいなことを言ってて、それは多分お互いのなんか空気がそうしてたんだけど、それを撮ってるのがすごい面白くて、なるほど、けど結局出来上がったポスターを見たら、なんかそういうのあんまり感じなかったんだよね。そうですね、うん、だからそれがすごいなと思って、だから結局それでなんか私はその時はあまり気づけなかったんだけど、もうその写真撮影最後にやったんだけど、なんか取材と写真撮影が別々だったの、うん、珍しいですねそれは、なんかじゃちょっと外出ましょうかみたいな、すぐ外で写真撮影みたいな、途中は撮影してあった時もあったんだけど、だから結構分かれてたのね。でもなんかそうやってこう段階を経ていくごとに、まあ、少しずつ変わっていったんだろうなって思って、それがポスターを見た時に分かったから、それはすごい面白かったし、まあ、なんかそうやってなんかムービー班っていう立場を貫いたっていうのが自分の中で結構大きくて、だから編集する時もすごい楽だった。切り取りたいとこはもうすごい明確に分かっていて、あとはつなぐ作業みたいな感じだった。裏話にしてさやかと、なんかムービーの説明をちょっと補足ですると、そのキャンプはポスターを作るっていうのもやってるんですけど、毎回のキャンプでこうなんですかね、活動の記録としてムービーっていうのも動いていて、でその私たちの活動がどういうふうに構成されているのかというか、取材をしてポスターを作るという、まあ、その流れを一つ一つのチームごとにこう動画で映していくということをしているので、各キャンプで一つの動画っていうのを基本的には作るようにしているんですよね。でそのムービー班っていうのがあって、で夏木さんはそれをやったと思うんです。そうです、ありがとうございます細くありがとうございます。ホームページとかに行くとあるのでぜひご覧ください。ぜひ。なんか自分でもすごい気に入ってる、うん、すごい、うん、アイルアキャンプ何回行ってたっけ。何回行ったの。この間数えたんだよね、これ三宅島とか入れたら多分すごい行ってる。今マイルが数えてます。三宅島抜きで7、8回で、三宅島私5回行ってるから、うん、三宅島入れると12とか、そうですね、12、13でもまあそこら、そうですね、そんぐらいだ。でもかなり行ってるね。行ってますね。ベテランだ、ベテラン。やめてください。僕は15とかでした。あんま変わらなくない。あの行き違いなんです。あ、行き違いか。行き違いで、まあ半分いかないぐらい三宅、うんうん、
三宅の一員だってことですね。三宅島海に行っていて、すごかったですね。まあもうね、なんかマイルはもう12回もキャンプに行ってるっていうことで、マイルさん、ね、マイルさん行ってます。多分キャンプって1回1回のこうやっていくだけではすごい、まあ、変化というか分かりづらい、そうです、ね、自分の中で。だけど多分12回もやってると、うん、もしかしたら何か自分の中で変わってるものがあるんじゃないかなと思うんですね。カード券に、ね、まあ、つまり入る前の、うん、まあ、今と、まあ、言うなればキャンプを通して、うん、まあ、マイルは一体どんなことを得てきたのかなっていうのはちょっと気になる。それすごい気になる。やっぱ先輩としてもすごい気になるし、マイルっていうこんなにいい子が、うん、一体どういう変化を遂げているのかっていう、うん、キャンプを通してですか。キャンプを通してね、カカオ犬の活動というよりはキャンプを通してどう変わったか。そうだね、うん、そうですね。まあでも複合的だからね。うん、そうですね、切り取って考えるのは難しいから、うん、まあ、キャンプを中心に、うん、中心に、まあ、こうこうこういうこととかこうとか、うん、なんかキャンプっていう、まあ、機会が私たちには嬉しいことに与えられていて、そのキャンプでは自分が普通の人生を歩んでたら話さないだろうっていう人と話すことができるんですね。例えば、まあ、漁師さんとかも、まあ、私は多分普通地元に漁師さんがいるわけではないので話したりもしない、お酒を作ってる人とかも普通は話したりしないんですけど、キャンプっていう機会があったから話すことができたんですね、うん、でそういうことを自分が今までの人生では触れ、なんだろうな、見てこなかったとか話したことのなかった人たちとキャンプを通じて話すことで、すごい当たり前ですけど本当に人生っていろんな選択肢があって、その中でみんな本当に違った魅力を持っているなっていうのはすごい感じたことで、身をもって感じたというか、こういう風にこの会場にいっぱいいろんな人がいて、それぞれの人にそれぞれの人生があるって頭では分からせても、実際にその人の人生に深く切り込むってことはなかなかしないと思うんですけど、キャンプでポスターを作るってことをするときには、結構そういうその人がどういう風な人生を歩んできたとか、どういう考え方をするのかとか、どういう話し方をするのかとか、そういうその人をを見ようって、その人のことを知ろうってすごい努力をするじゃないですか。そういうことを知ってる、した何人かしてきて、何ですかね、本当に人を知ることって面白いなっていうことはすごい思うようになりました。それに、なんだろうな、普段こういう風に人とたわいもない話をする時でも、その人はどういう考えをする人なんだろうっていうのをすごい考えようとするようになったかなって思いますね。はい、何でしたよ、夏希さん。どうですか。なんかすごい今後輩の前に感動しちゃって。あ、本当？感動してたの。ニヤニヤしてたけど。感動してたの。感動してました。感動してました。すごい感動してました。うん、じゃあなんだろうな、まあ、キャンプを通じて、うん、まあ、そのなんかすごい人のことを考えるようになったというか、まあ、発見というか再確認みたいな感じ、うん、頭の中で分かってても、うん、それを理解するから多分、まあ、確認というか再確認の作業だなと思うんだけど、まあ、今マイルで3秋ですね、はい、あと、まあ、1年半、はい、パトケンでは、うん、1年半も1年半も1年半も裏返っちゃった。思わずね、1年ってすごいよ。夏木さんもですか、ちなみに。あ、そう、1年半も。僕はあと半年なんですけどね。あと1年伸ばしてもいいんだよ。あー、卒業させてください。であと、マイルは1年半あって、まあ、夏木さんも1年半あるってことで、なんだろうな、まあ、この今後のキャンプでどう成長 していきたいとか、まあ、成長していきたいってすごい考えることではないと思うんだけども、でもやっぱりこうこうこういう思いを持って臨むっていうのはすごい大事なことだなと思っていて、どんなことにでもすごい、なんか適当に何かをやるとかっていうんじゃなくて、成長とかもないし、やっぱりさっき前言ってたけど、与えられている機会であるキャンプっていう時に、まあ、どういうような形でこれからどう臨んでいくのかっていうのがすごい気になるのかな。そうですね、まあ、今考えてたんですけど、まあ、私は何だろうな、これからのキャンプというよりはやっぱ一つ一つのキャンプを絶対無駄にしないようにしたいっていうのがあって、
うん、1ヶ月に1回ってすごい大きい頻度、すごい頻繁に行ってるって思われるかもしれないけど、実際1年でそれって夏休みとかも含めると全然行けなくて、私たちあと1年半あるけど多分これから行けるキャンプ地ってすごく限られていて、だから自分がそのキャンプで出会った人の魅力を伝えるポスターっていうのには絶対に妥協は毎回毎回したくないし、多分今までの話の中であったみたいに同じキャンプって言っても場所が違ったりとか環境が違ったりとかすれば自分たちの振る舞い方も違ってくるし、何が得られるかっていうのももしかしたら違ってくるかもしれない。だからその一つ一つのちゃんと振り返りというかアンテナを張り続けて一つ一つのキャンプを絶対無駄にしないようにしたいなって、それが一番ですかね。なんか意気込みっていうか、なんていうか、うん、目の前のキャンプにちゃんと取り組んでいきたいなっていう感じですね。なるほどね。まあ、何かポンポンこうするっていう意識を持つというよりはその現場での動きとか発見とかにすごい敏感であるみたいなことかな。そうです。なるほど、良いと思います。先輩は怖いです。今ね質問振られたね、事前にあの言われてた質問ではなかったので、うん、いや唐突に突然にだよ。何かもね、はい、そう考えております。なんか田辺の時の成果物をその研究会での振り返りで先生がこう一個一個見せてくれた時に、うん、マイルが言ってたのですごいなんか印象に残ってるのが、なんかやった企画に対してはすごい満足はある、うん、してるけど、そのアウトプットしたもの形に対してはあんまり満足してない。あ、そうなんだ。あ、そう、いなかったの。その時はちょっとあの、そうだ、あ、事情があって、ね、はい、お休みさせていただいて、そうなんですよ、不足できてないって言ってて、だからまあ多分その後ちょっとあれだよね、見せ方変えて、そうです、はい、ウェブ変えたんです。お店に手伝ってもらって、あ、僕が構築をするという、はい、はい、ありがとうございます。ことをやってきました。で、一個一個学んでくるんだと思うけど、そうですね。なんか、まあ、今までもずっとキャンプのその成果物に対して、てかキャンプのというか佐藤家の成果物に対して妥協したくないってずっと思い続けてやってきたんですけど、なんかやっぱ今回のその田辺キャンプは、なんか自分の中で妥協したというよりなんか。できなかった、そのやっぱり技術的な面とかも結構あったんですけど、それまで満足に見せきれなかったなっていうのがすごいあったので、まあ、なおさらやっぱ強く思ったんですよね。これから絶対妥協をまたしないようにしていこうっていうのを思ったことでした。そんなことを加藤さんが言ってらしたんですね。その、なんだっけ、振り返り、あ、加藤さんでマイルが、マイル、あ、そうそう、やってた、やってた、授業で出ました。ですね、全然知らなかった。さあ、マイルの話をこうやってちゃんと聞くのはなかなか面白いというか、後輩の話を。やっぱ他人が、ね、同じ活動をしているキャンプで、夏木さんとかマイルとか、その他の人たちとかと、どう考えてるのかって考えるとすごい考えたりとか聞くというか、面白いこと。それはでもこうやって直接話すのもそうだけど、あの研究会内であのやってる SNS で、まあ、日記をかけるようになったりとか、そこに書いて共有するっていうのも、まあ、できるし、それはすごい、なんかその行為はすごい大事、うん、そうですね、はい、私もあの田辺は言ってないけど、みんなのジャーナルを一個一個ちゃんと読んでいくことで何が起こったのかとか、でみんなが何を思ってるのかっていうのを知ることができるから、すごいいいコミュニケーションの手段だと思います。あとはなんか、まあ、私の話になるんですけど、なんかこれからのキャンプに限らずなんだけど、その自分の修士の研究のフィールドアウトとかをしていく上で、なんか目標としてることがあって、一個は話すのが上手くなる、でもう一個はなんかやっぱり修士課程での研究もそうなんだけど、その対象者との関係性っていうのを細かく見てくるってことをやってるから、なんかその取材
ポスターの取材でも短時間だけど、30分から2時間っていう短時間だけど、その中で変わっていく、その自分たち、自分と相手との関係っていうのを、なんかポスターっていうものにできればいいなって思ってるけど、でもそれってデザイン的にもすごい難しいし、言葉とか写真とかっていうのもどれを選ぶかっていう、そこが多分ポスターの難しいところなんだけど、それが見えるようなものが作れるようになればいいねって思ってますね。なるほど。はい。なるほど。たくみくんはどうですか？あと2回、はい、僕は、あと、香港キャンプが予定されていて、それがもう行われるのであれば参加するつもりなので、あと2回ですね。なので、卒業が決まるまではあと1回ですね。どうですか？意気込みありますか？あと2回。意気込みですか？僕ですか？何がしたいとか。キャンプで。まあ、キャンプでってよりも、なんだろうな、同学年の人とチームを組みたいっていう。なるほど。それは何でっていうのは、なんだろう、まあ、例えば僕の同級生の卒プロでは、その身近な人にことちゃんと話をできてないみたいなこととか、まあ、例えばあるじゃないですか。まあ、そういうのを考えたときに、なんだろうな、キャンプって意外と学年を隔ててチームが組まれるっていうのも、やっぱり同じ年、同い年のすごいメリットっていうのは、やっぱり同じ年に同じ出来事が起こったりとかっていう意味ですごいジェネレーションが全く一緒だから、多分どこかで思考も似てるところがあるのかなって思ったりするんですよね。その感覚というか、なんとなく、まあ、もちろんみんな絶対違うんだけれども、どこかこう共通する何かがあるんじゃないのかなって思っていて、まあ、そういうのを考えた時に、まあ、たまには同級生とやって、でこうしかも同級生だと言いやすいし、よりだから後輩で先輩ってすごい、まあ、普通は言いづらいじゃないですか、こう思ってることとか。そうだ、ね、やっぱり先輩の方がいっぱいこなしてるし、キャンプとか、まあ、それだったら先輩の言ってることの方が、まあ、なんとなく正しく感じるし、まあ、それは、まあ、しょうがないことだと思うんですけど、でってことを考えた時に、全く同じ年代とやると、まあ、どうなるんだっていうのが気になって、僕は、まあ、1回だけあるんですけど、その時はもう1人いたので、実質同学年と一緒にやったってことはないので、それはやってみたいなっていうのは何かありますね。そこだけが多分やったことのないことだなと思っていて、それやったことのないことをこの間考えたんですよ。キャンプで15回っていうのを計算した時に、何だろうって、そしたらそのことでちょっとやってみたいな。15回もあってやってないってないですよ。僕ほとんど後輩の子で、なんかもうそういう役を任されてるんですね、多分。そうかもしれない。必ず後輩なんです。ほぼ先輩と、先輩とやったのは 1,2 回ぐらい。あ、そうなんだ。じゃあもうそういう役回りっていうか、になってたかもね。自然となんか、そういう匠はこっちとみたいな感じですもんね。匠とペアを組ませるとしたら、ね、したみたいなってなったんですね。まで、まあ、こうして勝手にキャンプ論っていうタイトルでできたわけなんですけども、ね、はい、なんだろう、まあ、例えばマイルがさっき一つ一つのことに敏感でありたいとか、実際もそうだし、まあ、ポスターのデザインみたいな話もそうだし、なんだろう、こう、まあ、キャンプってものがあるからこそ、その一回一回自分がどうしていきたいんだろうとか、どうありたいんだろうとかっていうのを考えられるようになった気がするんですよね。その一回多分自分と向き合う、その非日常の出来事なので、日頃は東京にいて過ごしていて、そこでは気づけないことが非日常のキャンプっていう活動してるからこそ分かる。で、自分がどうありたかったのかを知ることができる、確認することができるっていうのが、まあ、多分キャンプのいいところだなと思っていて、なおかつその何かを作るっていうことが必ずあるので、しかもそれに対して街の人々のリアクションがもらえるので、ありがたいことです。すごい自分たちの、まあ、ハングリー精神をかきたてられるような気がするんですよ。もっとこういうものを作りたいとか、やっぱりさっきマイルが言ったみたいに、なんだろう、まあ、企画自体は満足してるけど、もっといいものが作れたんじゃないかとか、技術的には足りなかったけどっていうようなところを考えられるのも、多分その何かを作ってそれのリアクションがあるキャンプの中で、
それを日常の中に持ってきた時にまた考えることができる、こうしようとで、それで行動が変わるっていうものなのかなって今聞いて思いました。キャンプのこの1時間のまとめは僕はそういうふうに思いました。はい、なんか相手が人だからなんかこう変わっていく、そのキドキで変わっていくから、なんかなんていうのか、その一回一回成長し、自分は成長していくかもしれないけど、必ずしも毎回こう同じやり方でいいものが作れるとは限らないから、アプローチ方法を変えたりとか、思考の仕方を変えたりしながらやっていかないといけないっていうのが多分キャンプの良さでもあり、難しいのもあるのかなって思いました、ね、思いました。はい、はい、というわけで、そろそろお時間の終わりに近づいてきましたので、はいはい、これで、終わらせていただきたいと思います。はい、それでは勝手にキャンプのどうもありがとうございました。ありがとうございました。パチパチ。パチ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 。まだ作ってる。まだ作ってる。